どうも、Dコレです。ワイドパンツメンズでもすごい流行ってますけれども、なんとなく取り入れづらいなって感じてる方いるんではないでしょうか。実は私もその一人なのですが、そんな方におすすめなのがセスラー社のジャングルファティーグパンツです。セスラー社はミリタリー用品のレプリカメーカーとして有名で、価格が安いのも嬉しいところです。素材はコットン 100% なのですが、リップストップというナイロン繊維が編み込まれた生地になっています。よーく見ると格子状になっているのがわかるでしょうか。ナイロン繊維は摩耗に非常に強いため、生地の強度が格段に増します。ミリタリーやアウトドアウェアによく使われる生地ですね。こんな風にシャカシャカいうのが特徴です。で、このジャングルファティーグパンツには初期型、中期型、後期型があるのですが、一番大きな違いはこの部分がボタンになっているかジップになっているかの違いです。私は以前初期型も持っていたのですが、ボタンだとトイレに行くときにとっても大変でした。ですから私がおすすめするのは後期型のジップ仕様のものです。またウエストの部分にはベルトがついていて、この部分を調整することで10センチ前後ウエストの幅を調整することができます。セスラー社のレプリカはお値段がお手頃なのが嬉しくて、こちらのジャングルファティーグパンツは4500円で手に入れることができます。ワイドパンツの代用として使おうというだけあって、結構なワイドシルエットです。着こなしとしては上半身を細くして A ラインシルエットに仕上げるのが基本です。今の時期ですと T シャツを合わせてボトムをロールアップして着こなすのがおすすめです。アンクル丈にロールアップしてあげることで今年らしい着こなしが可能になります。ただしカジュアルな印象が強くなるので、靴はきれいめなものを合わせておくのがおすすめです。横に大きなポケットがついていて、カバンを持つ必要がないので大変便利なカーゴパンツです。サイズ感なんですけれども、私が176センチの65キロで SR というサイズを履いています。後ろの R という表記ですが、レギュラーという意味でレングスを表しています。例えば SS という表記だとスモールサイズのショートレングスという意味ですね。サイズ選びの参考にしてみてください。セスラー社のジャングルファティーグパンツの購入先は概要欄に書いておきますので、よろしければご覧ください。こんな感じで Dコレではおしゃれの役に立つ動画をアップしています。よろしければチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。